And the name of the new era is... Dewa. Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapa 英会話。新しい言語が発表されましたね。こんな汚い字で書くと怒られそうですが、この小学レベルの漢字でお許しください。さて今日は元号と令和を英語でどのように表現をするのかについて解説をしてみたいと思います。特に令和は今世界中でどのように訳すのが適切なのか議論を呼んでいますので、今日は皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 Alright, are you guys ready? Let's get started! まずは元号の表現の仕方からスタートをしましょう。元号を英語に直訳すると Era Nameもしくは Name of an Era になりますが、よりわかりやすく表現をしたい場合は Gengo is the name of the Imperial Era のように説明をするといいでしょう。シンプルに Gengo is an Era Name や Gengo is the name of an Era ということもできますが、後期を意味する Imperial Era を使ってGengo is the name of the Imperial Era のように表現をした方がより適切でしょう。元号を使った英語のセンテンスは次のようになります。Japan announced the name of the new Imperial Era. 日本が新しい新元号を発表しました。The new Imperial Era name will be 令和。新しい新元号は令和です。The new era will begin on May 1st. 新元号は5月1日よりスタートします。次は令和の由来と意味について説明をしてみたいと思います。日本語でも説明するのは難しいかと思うので、ここはできるだけ簡潔にまとめてみました。まず、令和の由来を説明する場合、The era name was taken from 万葉集, which is an ancient collection of Japanese poetry. 令和の出典は最古の和歌集である万葉集です。Taken from は何々を抜粋するや何々から受け継ぐを意味することから、ここでは出典の意味として使われています。そして Ancient は古代のや最古の、 Japanese Poetry は和歌集を表しています。このセンテンスをナチュラルなスピードで言うと The era name was taken from the 万葉集 which is an ancient collection of Japanese poetrymoshi kono nihongo no bunshou o yori chūjitsu ni hyōgen o shitai no de areba, The era name was taken from the Manyōshū, which is the oldest existing anthology of Japanese poetry. こちらはちょっと難しい単語が含まれていますが、 Oldest existing は現存する最古の、そして Anthology は和歌集を表しており、こちらの単語を使った方がより明確な意味合いが伝わるかと思います。このセンテンスをもう一度ナチュラルなスピードで言ってみます。The era name was taken from the 万葉集, which is the oldest existing anthology of Japanese poetry. 最後は令和に込められた意味について。令和を英語でどのように表現するかは今世界中で議論を呼んでいますが、海外メディアがどのような表現で発信しているのかを紹介したいと思います。まず例については auspicious 幸先の良いというちょっと難しい単語を使っているところもありますが、もうちょっと簡単な表現で言うと good fortune 幸運のと似たような意味があります。和については peace や harmony が使われ、これらの表現を全部組み合わせると令和 represents auspicious harmonyもしくは令和 represents good fortune and peace のように報道しているメディアがあります。その他にも例を order 秩序のように解釈をするとこもあり、令和 represents orderly harmony もしくは令和 represents order and peace のように報道しているメディアもあります。安倍首相は令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められているというふうに述べており、この声明をどのように解釈するかによって、例の表現の仕方も異なってくるかと思います。なので、自分の解釈に応じて適切な英語表現を選ぶといいでしょう。
私は個人的に令和に込められている意味合いはすごくいいと思いますし、響きもとても綺麗だと思います。令和の令は命令の令に連想され、 order や command のように考えることもできますが、万葉集の令月から何をするにもいい月、めでたい月のように解釈をすることもでき、いろんな意味が込められた非常にいい言語だと思っています。プラスネーミングが季節に基づいたもので、とても日本人らしい美しい発想だと思いました。私は個人的に豊かな自然の中で和やかになるというふうに解釈をしていて、やはり令和という表現は英語に直訳できない、だからこそ今後令和という単語が海外でそのまんま通じてほしいように願っています。私は昭和で生まれ平成で育ち、これから人生の後半を令和で過ごすことになるので、これからどんな時代になっていくのかがとても楽しみです。 I hope the new era, the 令和 era bringsAll of you an abundance of happiness, success, and good health. そして最後に、皆さんは令和についてどう思いますか？また、令和を英語で表現をするなら、どの単語を組み合わせて説明をしますか？ぜひ下のコメント欄にシェアをしてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。Thanks for watching today. You guys have an awesome day, and I will catch you again next time. Take it easy, guys. Peace.